どうも、もやしちです。今回の動画は E-Fun Company さんから8月22日にリリース予定の 3D 弾幕シューティング RPG クアンタムマキをご紹介します。本作のストーリーは西暦2033年突如現れたバベルの塔の謎を解明すべく組織タワーガーディアンが結成。プレイヤーである主人公はそこで新型兵器クアンタムマキの能力を発揮できるイノベーターとなり、リッターと呼ばれる人体改造を受けたパイロットたちを導いていくといった導入になっていて、このバベルの塔をめぐって帝国と対立していくことになります。そしてバトルではクアンタムマキに登場した魅力的なキャラクターたちによる爽快感抜群のハイクオリティなシューティングアクションを楽しむことができる内容となっています。今回はそんな本作を特別にデータをお借りして先行プレイさせていただきます。ありがとうございます。実は私個人的にもベータ版を結構やり込んでいるので、そこで気づいたポイントとかも皆さんにお届けできればなと思ってます。それでは早速プレイしていきましょう。はい、まずは連れていく子たちを引いていきます。これがガチャ画面ですね。通常ガチャと、武器ガチャがあります。今回はキャラクターが出る通常ガチャの方を引いていきたいと思います。私的にはやっぱりこのバニーちゃんのベアトリーチェが欲しいかな。見てみましょう。おし、スライドトゥーアンロック、デビッドだ。すごいいっぱい出た。帝国兵士だが力になれると嬉しい。イケオジ的な。お世辞はいらない、私はいいの。SR、しばらくはあなたのメイドとして働かせてもらうわ。念のために言っておくけど、無理な要求には従わない。いいわね。声も可愛い。あーすごい、立ち上がってくるのいいですね。いいカードを引いたわね、スキさん。うん、私この子、シーミティにいっぱい使いましたね。字はいらない、ニャちゃん。あれ結構かぶってる。うん、結構かぶってるな。ちょっとね、やっぱ SSR が出るまでは引きたいので、もう一回。はい、スライドとアンロック。うん、紫は SR ですね、きっと。かつてはタワーガーディアン連合クロスメダルを受賞。って、ちょっと聞いてるの？今到着したって言ってるの、デカブツ指揮官さん。デカブツ言われた。スライドトゥアンロック。SSR が来ない。はい、こんにちは。スライドオープン。あ、金だ、金、金、金に光りましたよ。これは SSR なんじゃないかな。あなたの妻になるもの、アイリン様が満を持してきたわよ。見えてる？運命の赤い糸は私とあなたを強く結んでいるの。くるくるっとね。わあ、すごい個性的なキャラが来た。あー、でもかわいい、とってもかわいい。はい、あー来た。やった、こんなところに来たのか。確定だわ。ケイオン、はじめまして、ベアトリーチェです。あなたが指揮官で、あのザ・ゴーストの隊長ですか？サインください。この服ですか？アニーさん、これはちょっと複雑な話になります。一体どんな複雑な話が、こんな衣装で登場してるなんて。シニア、リリケドロシー。お、フィリス、フィリスよ。あ、来た。はじめまして。よし、終わろう。という結果でしたね。この子たちを使ってバトルの方をやっていきたいと思います。バトルは見下ろし型の 3D シューティングとなっていて、敵の攻撃を避けながら撃破していきます。自動的に照準を合わせてくれるので、シューティングが苦手な人も大丈夫です。臨場感のある視点変更もできますが、弾幕さながらの怒涛の攻撃が多いので、個人的には見下ろし型の方が回避しやすくておすすめです。プレイヤーの左側のメーターが体力ゲージで、右側が総弾数となっています。ユニットによって総弾数が多かったり少なかったり、近距離が得意、遠距離が得意など特徴があるので、バトルによって使い分けましょう。敵にいっぱい攻撃を与えるとブレイクして総攻撃のチャンスとなります。ブレイクさせやすい強襲タイプ、
ブレイク後に大ダメージを与えやすい攻撃タイプなど使い分けるのもおすすめです。パーティーは3体編成となっていて、ゲージが溜まったタイミングでユニットを入れ替えると必殺技が使用され、ダメージ威力がアップするスイッチコンボとなります。次々チェンジさせて大ダメージを狙っていきましょう。この時のド派手な演出も必見です。属性は3種類あって、敵の色と同じものが有利になります。よくあるじゃんけん相性ではないので注意してくださいね。基本的な操作はこんな感じで分かったと思うので、ボスバトルにチャレンジしていきたいと思います。強いボスに挑んでみようと思うので、この挑戦って書いてあるやつ、これは遺跡探索ですね。遺跡探索はクリアすることでガチャチケットがもらえちゃうんですね。私が大好き大好きな見た目で選んだ キャラクターの編成でいきます。なんかね、ボスの属性緑だから本当は緑で固めた方がいいんだけど、可愛い子優先ということでこれでやってきます。お、早速ボスです。ワーニンワーニンワーニン、あ、撃っていいのかな、もう、あ、いけるいける、あ、めちゃめちゃボスかっこいいですね。おお、すごい、これは、あ、結構食らってるんだけど、あ、やばいやばい、普通に、あ、死ぬ、マジで死ぬ。これは勝てないのでは。もうちょっと見栄を張らないで見栄を張らないで優しい部分にチャレンジすればよかった。大丈夫かな、なんかでもこう控えてる間に、あ、やばいやばい、控えてる間に体力もね、ちょっと回復したみたいだから、それでなんとかうまく切り替えてやってみる。うん、あ、すごい打ってくる、すごい打ってくる、ちょっとそのあれ、あ、これ近づいたらまずい感じかな。他の子でやってみましょう。あ、こっちの方がいいわ、やっぱ遠距離攻撃最高。赤いとこね、入って絶対大ダメージ。この弾幕やばいって、この弾幕やばいってやばいのばっか。あ、これね、真ん中で止めるといい感じのスキルゲージが回復します。今のはね、いい感じに止まったんで、いいとこ見せられたと思う。あ、この弾幕やばいって、これとこれの組み合わせはやばいって。ちょっと使えたから変えよう、回復するはず。ロック回復してないかな。あ、全然回復してないね。すぐ死んじゃうじゃないか、大丈夫かな。ボスもあんま減ってないし、ケーニヒルバンシーの力を見せてやるわ。これでガルゼンケーニコンボになるはず。リッター技の準備 OK です。あ、いい感じ、ブレイクした、ブレイクした、チャンス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 、成功しない方が今楽になりますよ。すごいゴリゴリやってる、いけ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 、落ちるかもしれない。あ、助けて、落ちた、やばい。あ、私ですか。いや、痛いよね、そうよね。いや、分かってる。3、2、1、え、何3、2、1、あ、残り時間か。あ、勝った、ダメだ、悔しい。もうちょっとレベル上げてやってくるか。ちょっと、なめぷしすぎた。リベンジマッチ、私の大好きなパーティーで行ってみる。もう緑で固めないで勝てるのかっていうのをやってみましょう。うんうん、さあ来い、ボス当たってるかな。あ、当たってる。どうかな、火力出てるかな。あ、これやばいかも、これやばい。これの避け方がよく分かっていない。あ、ちょっとね、チェンジします。これでコンボゲージが、コンボアタックになって、ブレイクしました。今がチャンス、いけ、あ、すごい、めっちゃガリガリ張ってる、強い。あ、でも待って、これダメなの、これダメなの、あ、開けらんないの、危ない、あ、すごい。あのね、体力の他に HP の他に、シールドっていうのがあって、青いゲージがあるんですけど、今もうシールドが全部削れてなくなりましたね。あとは体力が削られていくだけっていう、危ない状況ですね。でも大丈夫、なんとかなる。あ、なんとかならないかも。なんとかなる。手を挙げたから、スッて避ける。いいよ、いい感じだよ。目が赤いところから逃げるやる。あ、切れてもらってる、止まってる。チェンジしたいけど、これ、あ、でもないかも。今12の
の拘束を解いてちょうだい。すごいブレイクしました。ブレイクブレイク、あ、いけるいける、かかった。おめでとうございます。消滅した。まあこんなもんですよ。ご褒美のキャンディーは SSR の力はこんなもんですよ。こちらキャラクター一覧画面にやってきました。どのメカも個性的でかっこいいのからちょっと可愛い感じのデザインまで、デザイン性がとっても高いですね。タワーガーディアン側は白やオレンジを基調としたデザイン、帝国側は黒や赤を基調としたデザインとなっているみたいですが、スキンも豊富でいろんなカラーリングも楽しむことができます。はい、ユニットはレベルアップや素材を集めて強化する DNA などでステータスアップをしていきます。成長し続けているんですね。さらに育成において欠かせないのが武器です。武器を装備させるとよりステータスアップができます。ユニットによって装備できる武器が異なるので注意しましょう。武器は武器ガチャから入手することができます。はい、もやしちの攻略ポイント、同じキャラを入手するとランクアップ素材が入手できます。このランクアップをすることで新しいスキルの効果が解放されるのですが、パーティーメンバー全体に効果があるスキルもあるので、ランクアップしやすいレアリアリティのユニットも編成しておくのがおすすめです。私がよく使ったのは R アリスちゃんです。メンバー全体の攻撃速度や攻撃力を大きくアップできるスキルを持っています。はい、ということでクアンタム巻き先行プレイしてきました。弾幕シューティングとかって結構難しいかなと思ってたんですけど、操作もしやすいしクサク進むのが良かったですね。何よりオリジナルメカがすごいかっこいいですね。低レアのユニットもちゃんと使い道があるのも嬉しいところかなと思いました。この他にも今回は体験できなかったのですが、クランやエデン、強襲作戦といった項目もあってかなりやり込めそうな内容でした。そんな本作ですが、なんと大人気アニメのコードギアスとのコラボイベントが開催決定しています。ルルーシュ、スザク、カリブの実装が決まっており、ここでしか体験できないオリジナルストーリーが楽しめるということです。ナイトメアフレームをこの手で動かせるなんてとっても楽しみですね。カンタムマキとコードギアス、なんか国家で対立し合う世界観がどこか似ている感じがするので、コードギアスが好きな人はカンタムマキのストーリーもハマっちゃうんじゃないかなと思います。そんな本作のリリースは8月22日現在各ストアにて事前登録受付中で、収録時点ではなんと15万人を突破しています。20連無料ガチャや限定ログインボーナス、初心者ミッションなど豪華な報酬をゲットできるチャンスなので、ぜひ事前登録しておきましょう。アップメディアでは先行プレイレポートも公開しているので、概要欄から本動画と合わせてチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。